写真拡大お笑いコンビ極楽とんぼの加藤浩次50が29日 MC を務める日本テレビ系スッキリ月金曜前 8.0 に生出演。京都市が兄弟の漫才コンビミキによるツイッターへの投稿に計100万円お支払う契約を結んでいたことに言及した。京都市は2018年度京都国際映画祭の PR 事業の一環で市の施策を吉本クリエイティブエージェ牛現吉本興業に所属する兄弟の漫才子あり、ミキにツイッターで2度にわたって発信してもらうため計100万円を支払う契約をしていたことが28日同市への取材で分かった。投稿に広告であることが明示されていなかったことなどに批判の声が上がっているが、加藤は、ミキは PR をつけていなかっただけ。そう考えるとミキかわいそうだよ。ミキがかわいそうすぎる。ミキがやったみたいになっているけど、吉本興業から依頼された仕事でしょ。吉本のマネージャーらがこれ、仕事、をツイートし、てくださいって言った時に、ハッシュタグ、いげた、PR を忘れないでくださ。いねって会社が言うべきじゃない。ミキに、仕事をやらせているんだから。二人は何にも、悪くないとミキを気遣った。